はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチの矢谷です。本日もよろしくお願いします。今回のトレーニングは、バレーボールのスパイクで、対空力と言いますけれども、長く、高く、ね、そのジャンプの状態を保つの対空力と言いますが、それを作るためのトレーニングのご紹介になります。この対空力を生み出すためには、まあ、2段階のジャンプとよく言うんですけども、1段階目は下半身で飛びます。2段階目は上半身の動きを作ることが重要になってきます。なので、対空力が出せないという人はですね、上半身をうまくそのジャンプの中で使えてないというのが、考えられるんですね。はい。なんですが、その前にその対空力を生み出す腕振りの使い方、それのためのちょっとトレーニングを今日はやっていきたいと思います。はい、幅跳びですね。幅跳びをイメージしたときに、何にもせずにで飛ぶのか、せーのって飛ぶのか、どっちが飛ぶかなっていうのもイメージしていただければ多分お分かりだと思います。もちろん後半ですよね。後者の方だと思います。腕を振ることによってその反動に体を持っていかせるね。それによってこう体というのは下半身のジャンプ力以外の部分も一緒になって使うことができます、ね、バレーボールのスパイク打つ前にグッと引くじゃないですか。ここがすごく重要になってきます。これだけちっちゃくなるのか大きくできるのか、もちろんそのジャンプの具合にもよりますけれども、この腕振りがすごく重要になってきます、はい、そのトレーニングですね。少し前傾姿勢を作っていただいて、肘から後ろに持っていくようにしましょう。はい、腕振りが弱い人というのはこの肘の位置が体より後ろに行きません。この後ろの動作がすごく重要です。何でもそうですけども、ためがあるから解放できる、ためがあるから解放できる、ためがあるからボーン動けるんですね。はい、したがってこの体よりも後ろに肘を持っていかせる。まずは皆さんが使ってる動きです。まさに走る動きです。走る動きでこの腕振りを慣れていきましょう。こうならないようにしっかりと後ろに持っていく。はい、その時にこうフラフラしない、お腹もしっかりとキープして、まずはね、こういったトレーニングからスタートしていただければと思います。50回ぐらいやりましょう。ね、50回2セット、ね、ぜひやっていただければと思います。以上です。ありがとうございました。